同日、某時刻、堀田クリニックロビー。ここがのどかさんが入院してた病院か。あ、なにこいつ、ん、ご面会かな、ん。あ、どうも、先生はここの、ん、院長の堀田ですわ、ほっほっ。うわ、いきなり院長先生と対面か。怪しいなこいつ、ん、どうしたかな、ん。あの、花香のどかさんのことなんですけど。ん、花香む、のどかと、ん、ああ、あの、わかんの、残念だな、ん。彼女はもう、その、ずいぶん前に退院しちまったよ。こら、おじいちゃん、看護師？ダメでしょ？病室を出ちゃ。ほらほら、早く戻りなさい。え、なにこいつ？あ、まちこくん。ま、ま、固いこと、いいっこなし、な。何がまちこくんよ。いい加減にしないと、病院からほっぽり出すよ。患者？ひゃあ、院長に向かって、すごい看護師だな。いい？院長先生の白衣、ちゃんと返しておくのよ。はいはい、了解、了解さん、ん。何？あの、ん？何かな？ん？んじゃありませんよ。あなた一体誰なんですか？院長の堀田ですわ、ほっほっ。嘘つけ。看護師さんは言っちゃったし、相手してくれそうなのは、この人だけか。とほほ。こいつに話聞くの？だって病院関係者じゃなくてただの患者でしょ？堀田クリニック。あの、この病院はどういう？ん？その、外科一般をやっとるよ？ん？外科一般？あんまり詳しいことは知らんけどね。ほっほっ。それそうだろうな。う、うん、なんだその目は。そうだな。この近くに大きな総合病院があるんだよ。ん？患者が収容しきれないとき、こっちに回されてくるんだよ。うん。ここでは、外科手術をやってるんですよね。うん。形成外科の手術なんぞもやってるみたいだけど。やってるみたいですか。うん、うん、やってるみたいだよ。え、のどかのこと。花香のどかさんのことを聞きたいんですけど。来た！うん、あの子ね。確か顔怖え。何その行動。総合病院から移されてきたんだよ。総合病院から？彼女、何か外科手術を受けたんですか？うん、それ、外科手術、大変だったわ、あれは。どんな手術を？うん、それは、いやいやいや、ちょっとそれは、うん、言えんよ。先生、実に嬉しそうに笑ってるぞ。先生じゃねえだろ、これ。ほれ、なんか医者って連中は患者のこと喋っちゃいかんの。な、な、テレビのドラマでもそうだろ？ん？このままじゃ埒が明かないな。このじいさん、ちょっと脅しつけてやれないかな。脅しつける？なんか突きつける？え、弁護士バッジ？ん？何かな、それは。僕は弁護士です。今、ある事件の調査をしています。ん、ん、なんだ怖い顔して、暴力は良くないぞ。ん？裁判は明日です。情報が欲しいんですよ。む、そうだったか。実はな、その、これは秘密なんだが。何ですか？ん、実はわし、委員長じゃないんだ、これが。そんなこと知ってるわ。知ってますよ、そんなこと。え？なんで？完全に舐められてる。待ちなさいってあげるから情報。わしはな、この病院のほれ、なんだ、生地引き？生き地引きですか？それそれ、特に若い女の子ちゃんの患者なら知らんことはない。怖い怖い。いや、お恥ずかしい話。本当に恥ずかしいですね。ほっほっほ。とにかく、花かのどか城のことだったな。のどか城。あの子は特に、その、よーく覚えとるぞ。よーくな。え、これで聞けるようになるか？花、ああ、のどかのこと。のどかさんのこと聞かせてください。ん、任せなさい。ほっほ、まーかせなさい。あの子はそう、1年ぐらい前、総合病院から回されてきたんだ。その、ほれ、休館っちゅうことで。
何の病気だったんですか？いやいやいや、ありゃ怪我だったよ。わしね、一目で見抜いたよ。そりゃもうバッチリ大怪我だって。大怪我ですか？体中包帯でぐるぐる巻き、腕もギブスで固められてたしな。それは確かに大怪我ですね。うん、事故だよ事故。怖いね。やっぱりほれ、車はさ、うん、車？交通事故だったんですか？そうだよ、あれだけの大怪我だ。きっと新聞に載ってると思ってさ。もう、ほれ、調べた調べた、大変だったね。うん。なんなんだこのじいさんは。え？めっちゃ聞くこと増えたじゃん。手術について、さっき大手術だって言ってましたよね。ん？のど過剰の手術かい？え、ええ、のど過剰の。そりゃまあその、なんだ、あれだけの事故だったし。ん？顔のやけどがさ、特にひどくて大変だったわ。そんなにひどかったんですか？たまたま、のど過剰が自分の写真を持っていたからね。それを見て復元したらしいね、顔をさ。写真？彼女さ、ほれ、なんだ、免許を取ったばかりだったんだな。その免許証のために撮った写真をちょうど持ってたわけだ。はあ。わしね、記念にもらっちゃったよ、その写真、こっそりと。いいのか？な、な、よく撮れてるだろ？はあ。お宝だよ、お宝、わしの。肝心の免許証の方はどうなったんですか？さあ、知らんよ、聞いてないな。燃えちまったんじゃないかね、うん。え？のどかが免許証用に用意した写真。はい。で、事故について。あの、調べたんですよね、のどかさんの事故のこと。そりゃもう、そりゃね。うん。当時の新聞は全部見たぞ。どんな事故だったか覚えてますか？ん？ちょっと待ってな。今、持ってくるから、記事。え？持ってるんですか？まあ、多いわ。こんなこともあろうかと思ってさ。あの、悪なき探求心、見習うべきかも。ああ、これこれ、これだ、うん。どうやら、のどか城、助手席に座ってたらしいな。助手席ですか。眠っとったらしいよ。ものすごい衝撃で目が覚めたら、あたり一面火の海だ。のどか城、必死でドアを開けて、なんとか自力で逃げたわけだ。ま、詳しいことはほれ、この記事を読めば、うん。ああ、証拠品。見てみようか、じゃあ。新しい手がかりだ。目を通しておいた方がいいな。のどか城、手術してから治るまで半年はかかったな。去年の12月頃、退院していったよ。半年前、か。ん？ほれ、どうよ。結構役に立ったろ？ん？はい。ありがとうございました。うん、じゃ、わし、そろそろ病室に戻るからさ。のどか城によろしくな？うん。怖え、マジで。僕も行くとするか。うん。映ってるんだよな。とりあえず、見てみようか。どれ？え？どこ行った？新聞記事。こう、あ、これか。悪夢のハイウェイ。5月24日深夜、二人乗りの乗用車が高速道路の脇の壁に衝突して、女性一人が逃げ遅れ、焼死した。これってさ、最初冒頭に出てきた交通事故だよね。警察では生存者の話などから、居眠り運転による事故とみて捜査を進めている。花香のとかさんの談話。私すっかり眠り込んでいました。突然すごい衝撃で目が覚めて、あたり一面もう火の海でした。夢中で左のドアを開けて、車から転がり出たんです。その後は覚えてません。左から？のどかさんの話によれば、運転をしていたのは姉の花香美美さん。今世間を騒がせている薬物投与ミスのあった霧崎外科病院の看護師だという。これは果たして偶然なのか？これで、とりあえず調べてみようか。患者さんがリハビリテーションをしている。顔を苦しそうに歪めて、油汗がダラダラ。全身がブルブル震えて、今にも倒れそうだ。ん？ちょっと、勝手に喋らないでくださいよ。いや、すまん。あ、こいつが喋ってたの。
気づかなかったわ。あの奥のドア、どこに通じてるんだろう。あ、あれはな、レントゲン室だよ。うん。なんで僕の考えてること見抜いたんですか。うん、そりゃ、ほれ、レントゲン室だから。うん、よくわかんねえな。いいのか、この先生。だから先生じゃねえっつーの。待合室だろうか。気合を入れてソファー並べてる割に。患者は少ないみたいだ。うん、患者は量じゃない、質だからね。うん。今の言葉、何か意味があるのか。え、どれどれ。あとは、この病院の受付だけど、誰もいないな。壁に今月の言葉が貼り出されている。骨オリゾンのくたびれも外科患者の神経を逆なでする言葉だな。こんなもんかな。じゃあ移動してみようか。クラインの里。え、某地獄クラインの里。あ、どうやった？行ってみたんか、病院は。ええ、いろいろ聞いてきたんですけど。なんや、歯切れ悪いな。あ、そういえばな、さっきおばはんが警察呼んでたで。え、キミコさんが警察を？話がある、言うてな。なんや、おもろなってきたな。なになになに？え、キミコのこと。それにしてもあのおばはん、ほんまついてないな。まあ、そうですね。たった一つの小石にけつまずいたおかげで、家元の座を奪われるわ、里の人間からは馬鹿にされるわ、挙句の果てにこないな殺人事件まで起こってしもうて、まったくですね。ん？ってちょっと待ってください。なんや、今の話初めて聞くことばっかりだったんですけど。え、ほんまか。この世界じゃ誰でも知ってることやで。なぜだ、誰も教えてくれなかったぞ。え、どういうこと。確か家元の座を奪われたって言いましたよね。そうや、今家元は綾里舞子っちゅう霊媒師なんやけど、ほんまはあのおばはんが家元になるはずだったんや。キミコさんが家元？それめっちゃ恨んでそうじゃん。のどかさんは？ああ、さっき見かけたで。ぼんやり庭見とったわ。そうですか。なんや、話でもあるんか。彼女にはいろいろ聞くべきことがあるぞ。家元の座。いやな、何でも家元は長女が継ぐものらしいんや。長女ってことは、キミコはな、姉なんや、綾里舞子の。そうだったんですか。普通はな、姉の方が強いらしいで、霊力。そういえば昔まよいちゃんも言ってたな。お姉ちゃん千尋さんの霊力はシャレにならなかったって。ところがどうしたわけか、あのおばはん妹の舞子に負けちまったわけや。そうだったんですか。里の連中からそれはそれは軽蔑されたらしいで。長女のくせに家元を継げなかったってな。そんなことがあったのか。もしキミコさんの霊力が強かったら、迷いはんは分家の娘ってことになってたやろな。あー、なるほどね。とりあえず記事知らん、なんも知らん。うち興味のないもんには目もくれないんや。嫌なジャーナリストダメか。え、写真は、写真じゃねえ、免許証。知らん、ダメか。じゃあとりあえず移動をしていこうか。対面の間に警察いんのか。え、いないじゃん。え、誰もいないじゃん。どこ。移動する、渡り廊下。あ、ここにいんのかな。渡り廊下。あら、お久しぶりです。どうも。そろそろこの人の秘密が見えてきたかな。何ですか、怖い顔して。とりあえずやるだけやってみようか。はい、鍵2つ。交通事故聞かせてもらいましょう。交通事故について。え、誰の事故ですか。決まってるでしょう、お姉さんの事故ですよ。ああ、そうですよね。
お姉さんは眠らされたんです、あの桐崎先生に。それ以上お話しすることなんてありません。今のどかさん気になることを言ったな。誰の事故ですかって。それってつまり、ミミさん以外の交通事故の情報を知ってるってことだ。自分の交通事故だよね。じゃあのどかさん聞かせてもらえますか。別の人物の交通事故について。別の人の交通事故、一体誰の事故ですか。誰の事故、あなただよ。のどかさん、あなた自身の交通事故ですよ。私ですか。そうです。おかしいですね。知りませんよ、事故なんて。証拠でもあるんですか。私が交通事故に遭ったっていう、それは新聞記事、これだ。これを見てください。1年前の新聞記事です。生存者花香のどかさんの話って書いてあります。あ、大怪我して入院したんですよね。ちょっと待ってくださいっていうか、なかなか割れねえな。何ですか。それ私じゃありませんよ。は？何ですって？きっとたまたま同じ名前の別の人ですよ。ほら、花かのどかなんてありふれた名前ですから。何言ってるんですか。お姉さんの名前が花かみみって書いてあるでしょ。いやー怖いですよね、偶然って。ほんとそんな言い訳が通るのか。それとも何ですか。証拠でもあるんですか。この私が入院していたって。でこれかな。これがその証拠です。その写真は、あなたが入院していた病院でもらってきたんです。どういうこと。患者さんにね、あなたのファンがいたんですよ。記念に撮っておいたそうです。どう見てもあなたです。あの偽院長。さあ今度こそ聞かせてください。事故のことまだ一個残ってんな。ちょっと待ってください。確かに私事故に遭いました。でもそれが何ですか。今度の事件と関係ないでしょう。関係はあるはずです。新聞記事を見てください。女性一人が死亡したって書いてありますね。それが、この死亡した女性というのは誰だったんですか。はっ、お姉さんじゃないの。交通事故で死亡した女性とはこの人物だったのでは。え、いやだからお姉さんでしょ。花かみみ、あなたのお姉さんだった。お姉さん、あなたはお姉さんが運転する車に乗っていた。二人は一緒に交通事故に遭ったんです。あ、割れた。よしよしよし。お、全回復。はい、で交通事故。そう、あの日私は乗っていました。